お元気でしたか？シリーズ累計500万部突破のビブリアファンタジー開幕です。本好きの下克上、司書になるためには手段を選んでいられません。本好きの大学生元須浦野は転生して見知らぬ世界で5歳の少女マインとなった。なんとそこは本のない世界。マインは家族や周囲を巻き込んで本作りに奮闘し、ついに本を手にする。図書室につられ魔力の多さを見込まれ、神殿の青色見込み習いになったマイン。そして新しい出会いがあり、ついに金属活字を使った印刷を始めることになる。青色巫女となったマインに神殿の一部でひそやかに陰謀が渦巻き、身辺に次々と危機が迫っていた。突然現れた謎の人物、私どうなっちゃうの？テレビアニメ本好きの下克上、司書になるためには手段を選んでいられません、第3期2022年春放送決定。どうぞお楽しみに。お前プヒッと泣いてみろ。プヒ、よし